はい、どうもメンドスコラとナナロムロでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。ということでね、皆様よろしくお願いいたします。そうですね、連敗した後も広島戦をね、連勝いたしまして、このままね、勢いをついたまま、勝っていきたいという今日の試合だったんですけども、8対0ということでね、苦手阪神に、完敗という形になってしまいました。そうですね、今日の負けはね、やはりね、首位巨人が今日勝ってたので、本当にね、痛いいっぱいかなというのは思っていまして、あとね、打線はね、8安打しましたので、いや、せめてね、1、2点はね、取ってくれよという感じのゲームだったんですけども、序盤のね、攻撃で、チャンスはね、いっぱいあったかなというのは思いますので、そのチャンスをね、生かせなかったのが、今日の全てかなというのは感じています。ということでね、いつも通り打線やね、投手リレーの振り返りをしていくんですけども、本日思ったことは、今日の打線についてと、申告敬遠についてね、少しお話の方をさせてもらおうかなと思います。はい、それでは打線の方から見ていきます。こんな感じになっております。そうですね、今日は久しぶりのスタメンだったんですけども、1番にはセカンドで中井選手を入れてきました。で、2番には筒香選手、ロペス選手、佐野選手、外選手、3番から外選手を5番に、下げてきました。引き続き6番に戸柱選手、柴田選手、今日8番には先発ピッチャーの浜口選手、今日ねセンターには、上里選手がスタメンということでした。ということで1番の中井選手から見ていきます。そうですね、1番の中井選手が3番のルペス選手までが4打数の0安打ということで、1、2、3番ね、ヒット出なかったですので、ここのやっぱ上位打線がね、ヒット出てこないと、やっぱ得点っていうのは望めないかなというのは思いますので、明日はね、ここら辺がやっぱね、奮起してほしいかなというのは思っています。で、今日も4番に入った佐野選手だったんですけども、3打数の2安打ということで、あわよくばね、ホームランかなと思える打球もありましたので、今日はね、よくやってくれたかなというのは感じています。で、外選手が2打数の2安打ということで、ここまで非常にね、外選手がね、不調だったんですけども、今日はね、全打席ね、出塁の方をしてくれましたので、本当に非常に明日につながるね、いい結果というのをね、残してくれたかなというのは思います。で、戸柱選手が2打数の0安打、柴田選手も4打数の2安打ということで、チャンスの場面でゲッツーっていうのがあったんですけども、今日もね、当たりが良くてね、明日もね、起用してほしいかなというのは思っています。で、浜口選手が2打数の0安打、上田選手が2打数の1安打ということで、ヒットは打ったんですけども、かなりね、スタートが悪くてね、盗塁をしたところを、梅野選手に刺されてしまったので、ちょっといただけないという感じになってしまいましたね。はい、次に内野守備交代を見ていきます。こんな感じはやっております。戸柱選手の代打で細川選手が出てきて1打数の0安打。上田選手の代打で桑原選手が出てきて2打数の0安打。で、葛西選手の代打で山本選手が出てきて1打数の1安打ということで、山本選手ね、今季ね、初安打ということになりましたね。いや、この山本選手の起用についてね、いつも思っているんですけども、もうね、こういうね、起用をするのであれば、やっぱね、横須賀のね、二軍でね、フル出場の方をね、僕はしてほしいんですよね。ずっとね、ベンチで温まっているという状況になっていますので、やっぱりね、山本選手はね、将来を見据えたね、正捕手になってもらわないといけない人材ですので、こういうね、ベンチで温めるというね、采配をするのであれば、二軍でね、ちょっとね、じっくりね、試合に出てほしいんですよね。今日の場面も戸柱選手を変えたんであれば、その後ね、4点差ということで山本選手に変えてほしかったんですけども、ちょっとね、ここら辺もね、ちょっと疑問に残っているかなというのを僕は感じております。峰井選手の代打小坂選手ができて1打数の0安打ということでした。守備交代は戸柱選手の代わりに峰井選手はキャッチャー、上田選手の代わりに桑原選手がセンターに入りました。はい、ということでね、今日の打線について少しお話の方をさせてもらおうかなと思います。まあ今日山本選手が出ていなかったんですけども、まあ山本選手を出さなかったという理由としましては、やっぱ相手先発の阪神の青柳選手に、まあ合わないだろうということが判断されて、スタメンから外したというのは思うんですよ。そして阪神戦に強い中井選手のセカンド、最近ね、非常に好調である柴田選手もね、ショートに入れてきたかなというのは思うんですけども、いくらね、中井選手が阪神戦に強いといえども、まあ、対右のね、青柳選手ということなので、ちょっとスタメンにね、起用するのはどうかなというのは感じました。まあ、スタメンにね、起用するのであれども、ちょっと1番はね、ちょっと中井選手はしんどいんじゃないかなというのは思いました。左ピッチャーの時はね、1番中井選手っていうのは全然ありかなというのは思うんですけども、右投手の時はね、ちょっと1番にするのはしんどいんじゃないかなというのは僕はね、感じましたね。今日のスタメンなんですけども、まあ、個人的にはね、考えなんですけども、まあ、セカンドをね、外選手にしまして、1番にね、ライトで、音坂選手をね、僕はね、使ってほしかったかなというのは感じました。音坂選手ね、前の試合ね、非常に
結果を出していましたし、ちょっとね、扱いというのが不遇になってきていますので、今日の試合はね、僕はね、セカンドを外選手にして、ライトをね、音坂選手を起用して1番にね、使ってほしかったかなというのは感じました。まあ、どちらにしましても、ちょっとセンター、音坂選手っていうのはね、守備面もありますので、しんどいかなというのは思いますので、もうどちらにしてもね、やっぱりね、亀田選手がね、復調してくれないと、まあ、1番とセンターというポジションが埋まらないので、ぜひね、亀田選手ね、復調してほしいんですけどね。はい、次は投手リレーの方を見ていきます。こんな感じになっております。今日浜口選手は 4.2 から投げて4失点で、藤岡選手は 0.1 から投げて無失点、赤間選手が1から投げて1失点、葛西選手は2回を投げて3失点ということでした。そうですね、赤間選手とね、葛西選手も、まあ、点を取られたということになりましたので、浜口選手もね、ちょっと点を取られてしまったんですけども、このね、ビハインドのピッチャーの2人はね、ちょっとね、安定しないというのはちょっと厳しいかなというようになってきますよね。ちょっとね、ピシャリとね、抑えてほしかったですよね。はい、最後にちょっとね、申告敬遠について少しお話しの方をさせてもらおうかなと思います。5回の場面でノーアウト2塁3塁になってから、まあ、そこが2アウトをポンポンと取りまして、1番の、ね、近本選手に、まあ、打順が回ってきたところで、近本選手も、ね、申告敬遠しまして、2番の、ね、木浪選手と勝負したという場面なんですけども、まあ、これについてなんですけども、まあ、結果論では、ね、あるんですけども、まあ、コントロールが、ね、非常に、ね、悪くてね、フォアボール兄貴で勝負する浜口選手が投げていましたので、この申告敬遠はね、どうだったんかなというのはね、少しね、疑問に感じました。まあ、前もね、この申告敬遠してからフォアボールという会場ね、浜口選手の時に、同じ失敗をしていますので、このね、申告敬遠をしたというのはね、ちょっとね、どうなのかなというのを非常に感じましたね。近本選手も最近あまり調子が良くなかったので、少しね、皆さんのね、意見をね、教えてくれたら嬉しいかなというのは思っています。そうですね、本当にね、今日負けてしまったので、明日はね、もう何としてもね、勝っていきたいですね。明日はね、最近調子が悪い上茶谷選手が投げるんですけども、何としてもね、いいピッチングをしてね、勝っていただきたいですね。明日はね、私ね、京セラドームに、観戦の方に行きますので、何かしらね、現地動画もね、上げていきたいのかなというのは思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。 Twitter のフォローもよろしくお願いします。こんな感じでいつも撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。それではバイバイ。出た出た、ついに必殺バットマン、白い弾丸打ち込んだガッツポーズだ、かっ飛ばせさの